はいどうも、お茶です。今日は久々に動画を撮ってます。今までサボっててすいませんでした。最近はほとんどずっと配信ばっかやってて、動画はね撮ってなかったんですけど、ギルティはほぼ毎日のようにやってますね。なので最後に動画上げたのがシンガ21段だったかなの時に上げたんですけど、今はもう25段にまでね上がることがなんとかねできました。はい、ってことでね、目標の段位、賞金首まであと1段なんで、こっから頑張っていこうと思います。ってことでランクマをやっていこうと思います。相手エルフェルトですか。頑張っていきましょう。そろそろ R コードの中級者との壁を感じるをね外そうか今悩んでます。25段で初級者でーすとか言ったらぶん殴られますよね。まあ開幕エルクで、これバックス読みですね。あー、これはやりすぎた。ちょっとね、喋りながらやるって難しいな。配信中結構黙っちゃってるんですよ、やってるときは。さあ、食らってしまう。あー、やってしまった。カウンター食らって。お、これラッキーっすね。よしよし。さあ、バースト吐かせたよ。おっと、ぶっ放してきた。あー。2P 足払いでよかったっすね。いつもの癖で 2P2K 足払いってやっちゃったんですけど、届かなかった。さあ、ちょっとやばいですね。ちょっと集中します。まあ、開幕、飛び読み。バックスでした。暴れ潰し、引っかかってくれた。さあ、どうする？バックス読み、当たっていく。テーダの方で。ダメージ稼いで、ディレイかけすぎた。女キャラこうなるんですよ、ディレイかけすぎると。飛び潰し。結構中段としても機能するタク。死んだかな、これで。オッケー。さすがのシンですね。シンのライドほんと強いですよね。というか、覚醒技が強い。あんまり、死んでる技がないっすよね、シンって。あーっと。前パン潰しされましたね。あ、直ができなかった。これね、新要素 2P 足払い。とっさにダウン足りたい時とか便利。この方結構バックス強い。あ、ごめんなさい。あ、最近漏れるんすよね。まあ、何がごめんなさいなのか知らないけど。当たれば正義なんでね。女キャラはね、画面端でね、前パンとか当たってもホークに繋げづらいっていうのがね、ありまして。ちょっとビビって手だこやったんだけど、今のは繋がったかもね。あ、やられた。さあ、最後の置き攻めになるか。さあ、なんか暗転ガーフかな、狙ってきたが。あー、もう出ない。最悪だよ。耐えろ。暴れろ。やった。まだ生きる。死ななきゃ安い。こう。よし、危ねえ。いや、途中エルクカウンターで 2P 拾いしようとしたんですけど、あそこでなんかビーク漏れちゃって、余計に危なくなっちゃった。いや、危なかったな、本当に。今のは本当ラッキーですね。さあ、開幕何を読むか。勝ったね。6回見えましたね。本当はね、あんまり開幕、あ、ミスった。喋りながらだとコンボ難しいな。あんまり L の開幕2列に勝てないんで、技振らないっていうのがいいのかもしんない。砂漠攻めた。あー、ダッシュ出なかった。暴れる。 OK。 これはしっかり直画したんで、暴れどころ。あー、差し返しが今できなかったですね。もったいないな。最近流行りの、最近流行りっていうか、マイブームの F 式です。ブル赤キャン、ジャンケー。頑張ると4回中断できます。あー、出なかった。読まない。ぶっ放し。暴れてくれ。どうしよう、バック捨ててねー。なんか、しょぼししてますね。
落ち着いていこう。ちょっと無言タイム入ります。崩れるな勝手に。肉食う場所が分かんなかった。勝手に崩れますね。中段読んでるんでしょうかね。ジャンディーを警戒してのあれだったのかな。足払い崩れるあれだったのかな。だとしたらおそらくもう、あ、でもどうだろうな。あ、やべ、これは痛いけど、なんか立てねー。なんか出ないな。うまい、エルフェルトっぽい。つながってないけど、まあ黒火でもつながれば正義です。なんかしょぼし多いな。しょうもない負け方多いな。出ないか。なんか昇竜出ないな。ねえ、逃げす強いんすよね。暴れつぶしかよく降ってきたな。ゲージないのに。でーねー。突き上げだったか。突き上げ。あー、試せた。一発、ポーンっていうブリッツだったらよかったかな、今のはね。あーっと、バス開かせて、暴れつぶし飛んでいる。なんか出ないな。出てもなんで、なんでこういう時に出んの。ちょっと出てほしい時に出ない。うわー、直がミスった。赤使わせて大丈夫、安い。ここで暴れますね。これ見えないよね。うわぁ、女キャラはハイストラ拾いちょっと難しいかもしれないっすね。ちょっと甘えてジャンエスそのまま行こうかな。別にダウン取れればそれでし。なんか出ないな。勝利出なくて死んでること多すぎんだろう。あー、あ、何のお前パンだろ今の。いやー、しょうもねえな。なんかなんかしょうもないっすね。昇竜出なくて変に崩れてみたいな、変な負け方が多かったような気がしますね。なんかあんま勝った気しませんね。はい。ってことで、久々の動画はね、こんな感じになりました。まあ、これからも多分動画はちょっとは上げていくとは思うんですけど、まあ、配信がね、楽しすぎるんで、まあ、配信メインになっちゃうかもしれないですね。はい。まあ、時間があったらね、配信とかしてたら、ぜひ遊びに来てください。はい。ってな感じで今日は終わります。ありがとうございました。